ルたちが逃げ出しそうだよ。ソウルジェムが。な、まだ動ける。やっ、はっ、逃がすのか。攻撃を受けるのは直角ではないね。目にもの見せてやるよ。やるぜ。ここまでか。そんな、撤退だ撤退。一旦退却よ。相手だ。バラには攻めがあるけれど、今日のためにはあるのに、そんなことはない。目にもの見せてやるよ。行くぜ。目にもの見せてやるよ。行くぜ。目にもの見せてやるよ。行くぜ。全力で行くぜ。目にもの見せてやるよ。行くぜ。どうして君は攻撃を受けるんだい。邪魔すんじゃねえ。だいぶ効いてるんじゃねえかな。もう少しだろ。上回ってくるね。体は資本だからな。私も。お腹ペコペコだよ。さやかちゃんは購買？そう、なんか今朝もバタバタしちゃってさ。それなら、はい、これさやかちゃんの分。もう待ってました。やっぱ持つべきものはまどかだね。いただきます。
バーの味じゃねえか。そうなのよ。マドカパパの卵焼きは絶品だからね。あんた意外とよくわかってんじゃない。で、私の卵焼きが空中で消失した。何言ってんだお前。陽子ちゃん。いや、あんた、よくも私の卵焼きを。てか、なんでここにいんのよ。別に、魔女探しで近くに寄ったから、ひよっこどもが何してるか覗きに来ただけさ。制服も着ないで校内うろつかないでよ。めんどくせえな。じゃあ貸してくれよ。いやよ。二人はとっても仲がいいんだね。どこがだよ。あ、息ぴったり。やっぱり仲良しさんだよね。私にできるかな。私も行くよ。だよね。さすがだね。
キドキしたー。私もみんなに負けないように。よし、いっちゃ上がりっと。こうしてさくらさんと一緒にいると実感できるわね。何のことだ。誰かに背中を預けて戦うことの頼もしさをね。ふん、勘違いするなよ。私が一時的に協力してやってるだけさ。どんな理由であれコンビが再結成できて嬉しいわ。はん、わかんねえな。そこまで喜ぶことか。もちろんよ。あなたと一緒にいれなくて寂しかったんだから。他にもいるじゃねえか、いいの。お前、何言ってやがんだ。一人ぼっちで戦ってきたんだから。そりゃ、私だって、そうだ。さくらさん。つまんねえ過去の話はやめようぜ。それよりもこれから先の話じゃないか。そうだったわね。ごめんなさい。だから、暗くなるなっての。とにかく、このコンビなら魔女退治も余裕ね。一時的に、だぞ。わかっているわ。まあ、他の奴らじゃ頼りないだろうしな。仕方ないから、このまま手を貸してやるよ。頼りにしてるわね。マミさん、お願いがあるんですけど。あら、何かしら。私に魔法の稽古をつけてください。急にどうしたの。魔女と戦って私、足を引っ張ってるなって感じたんです。だからもっと強くならなきゃって思って。とても大切な心がけね。カナメさんも魔法少女としての自覚が出てきたかしら。そうかな。わかったわ。後輩の頼みですものね。どこか安全なところでやりましょう。はい、ありがとうございます。瞳が先に帰っててほしいってさ。何か用事でもあるのかな。またラブレターでももらったんでしょ。じゃあこれから告白。そうなんじゃない。でもあの子毎回断ってるみたいだよ。瞳ちゃんって好きな人いるのかな。そう、今度聞き出してみようか。やめときなよ。冗談よ。それじゃあ帰ろう。いやー、魔女と戦うのもやっと慣れてきたわ。そうだね。でもあの三人には全然かなわないんだよね。焦ってもしょうがないよ、さやかちゃん。そうなんだけどさ。さやかちゃんはすごいと思うよ。あんなに近づいて使い魔を切ったりついたりして。私だったら怖くて逃げ回っちゃうかも。まどかならやりそう。もう笑うなんてひどいよ。だけどさ、まどかは後ろから私を助けてくれるじゃない。
って、さやかちゃんのこと放っておけないもん。なんか私、ダメな子扱いされてない？違うよ、そうじゃなくて。うん、わかってるよ。まどかが後ろでカバーしてるから、私は安心して敵に向かっていけるんだよ。それに、ヒーローってのは、我慢してでも戦わなきゃいけない時ってあるじゃない？その援護をまどかがしてくれる。こんなにありがたいことはないわけよ。さやかちゃん、大丈夫だよ。安心して。さやかちゃんは私が守ってあげるから。まどか、あんた一応私の方が先輩なんだし、もっと頼ってくれちゃっていいんだよ。じゃあ、まどかが魔女を倒してくれるのを待とっかな。なにそれ、ひどいよ、さやかちゃん。ありがとう、まどか。Thank you.